ってまいりました。やってきたね、幡ヶ谷。こちら幡ヶ谷。幡ヶ谷はあれですか、なんか思い出あります？ないね。俺もないんだよな。ない。まあでもいいじゃん、なんか知らない街に来るっていうのもね。なかなか意外とちょっとなんか懐かしい、うん、古き良きな。そう、小平くんに、はいはい、どんなお店がいいとか、うんうん、ちょっと若干アンケート取ったじゃないですか。そうだね。うん、したら赤ちょうちんのお店に最近ハマってるみたいな、はい、そうだね、まあ、ハマってるっていうかもう、うん、地元が上野とか浅草だから、もう基本的にみんなそこに行くっていうのは、ああそうか、そうそうそう、多いかな。あ、そういうことか。いきなりてるっていう。なるほど、うんうん、私もね、実は一人暮らし初めてしたの亀戸ってところです。あ、本当？亀戸、亀戸近いよ、その地元から。そう、だからめっちゃ近くて、うん、だからね、よくその赤ちょうちん系よく分かるんですけど。そうだよね。そのお店があったらいいなという思いで、うん、今歩いてます、はいはい、さ あるのかどうかでございます。どうだろうね、まあでもなんかいい感じのお店がねあればいいなっていう。そう、今とりあえず僕らの目に見えてるのはですね、はい、アンアン鳥貴族お宮さん素晴らしい、ど真ん中、はい、完璧ですよ。これはもうど真ん中のやつですけど。 いいです。あ、ちょっと待って、はいはい、小平くん、どれ。焼き鳥酒場リンダリンダ、リンダリンダ赤ちょうちん、いいですね。リンダリンダいっちゃいますか。しかもあれですからね、一杯100円からですからね。焼き鳥一本100円からですから。安っ。何より札幌生280円、安いです。最高です。これだな、決まりです。これ行きましょう。ここ行きましょう。ここ行きましょう。いいね。あ、いいですね、いいです。あ、なんかね、こういうサラダバーやってますよ、ここ健康にいいね。健康いいでしょ健康にじゃあ、ね、ここ行きたいと思います。うん、行きましょう。行きましょう。サラダバーいる？いるでしょ。サラダバーやった方がいい。サラダバーやった方がいい。というわけで、うん、幡ヶ谷。はい、幡ヶ谷はリンダリンダに来ましたよ。いいね。もうなんかさ、こういうさ、ここにね、そういい手書きみたいなのがバーって、ね、あるのがいい。こういうの、ね、やっぱり、ね、落ち着いたりしますけど、ね、落ち着く、落ち着く、やっぱりね。普通に、うん、本当にガチで、うん、今から、うん、飲んで、うん、食べて、うん、話す。そう、以上です。在庫、オッケー。じゃあ注文しましょう。オッケー。何？俺生がいいっす。生だね。生じゃあ。これは違うな。メガジョッキーだから。メガジョッキーだから。ほら、冷えた状態で飲みたいよね。そうですね。そうですね。これだからご飯とかも適当にやっといた方がいいかもしれない。ね、そうだね。何でもいいよ。じゃあ、うん、キシポンって適当にやっていいですか？うん、やってください。オッケー。うん、よしよしよし。キシポンってやってる。キシポンやりますよ。キシポンして。いや、いいよね、こうね、ゆっくりとね、まったりとね。めっちゃいいっすよ、うん、でもなんか、浩平くんとこうやって話すの、私は夢だったから、うん、あ、本当、うん、夢って、夢って小さいよ夢だった、本当に。まあでも嬉しいよね、こうやってそうなんですよ、言ってもらえるのはね。なんかね、うん、犬飼いとかさ、うん、赤楚とかは、赤楚僕同い年なんで、うん、あ、そっかそっか、そうなんですよ。赤楚と同い年か。そうなんですよ。ずいぶんしっかりしてるな怒られるわまあでもね、赤楚もいいやつだし。いや、そうですよ、うん、ね。よし、とりあえず注文できましたわ、うん、ある程度、はい、楽しみに待ってるよ。うわ、軟骨の唐揚げ食べたい。いいね、すごいよ、3つあるから。そうなんですよね、うん、3カメって普通の番組でもそうないですよ、ね、なかなかないよ、本当に。あるのかな、本当。いや、僕らね、あんまり経験ある、ある、普通ある、ある、あるって。俺があんまり経験なかったです。いや、我々まだほら、ね、頑張ります。いやいや、浩平くんはそんな。いや、全然全然。いや、でもほら、あれですよ、改めて、うん、これ一応ほら、これ夜になると2週目っていうことになってますから、ね、うん、そうだね、1日撮ってるけどね、はいはい、前回は浩平くんの、まあ浩平くん周りの人の話、生い立ちとかもそうですけど、そうだね、話させてもらいましたけど、うん、まあ我々そもそもじゃあ、うん、なんで出会ったかと言いましたら、そうですね、ね、特撮をやりました。朝のヒーローをね、ね、カメラダービルドとビルドとキューレンジャーと、ね、ちょうどねやりましたけども、そうだね、うん、あれからじゃないですか。そうだね。で、小平くん今芸歴で言うと何年になるんですか。僕19年目。19年ですか、うん、次成人式ですね。本当だ、怖っ。俳優成人式ですよ、もう。俳優成人式、そんな話したら来た。あ、来たね。俳優成人式の前祝いで、前祝いです。じゃあちょっと改めて、はい、改めまして、エレちゃん第1回目ですから、お祝いのね、1回目ですね。そして、はい、成人式前祝い、はい、役者成人式前祝いなんだそれ。乾杯、はい、乾杯、お願いします。あー、うまいですね。おー、いいよ。
仕事中に酒飲むなんていいよ。本当だ、うん、本当だ、忘れてた。そうだよ、まあ、で仕事っぽくない感じが、ね、そうですね、うん、まあ、あのこの番組も、はい、まあ、趣旨としては、うん、いわゆるその、ね、地上波とか、はいはい、まあ、テレビとかって、うん、こういう部分ってあんまないね、うん、そうだね、なかなかね、踏み込んだりさ、そうできる、やっぱ制限があるからね。そう、うん、だし、うん、まあ本当にその僕がね個人的にそれこそ公約もそうだし、うん、さあ例えば本当犬飼いも、うん、あとキュウリンジャーのメンバーも、あ、うん、いただきます。あ、すいません、ありがとうございます。キュウリンジャーメンバーも、まあ、芸能の友達って、うん、みんな一人一人の人生があって、うん、一人一人の考え方があって、うん、っていうのに、そういうとこをフューチャーできることってまあないじゃないですか。そうなんだよね、もったいないなと思う。そう、うん、で絶対そこが魅力的だからこのお仕事してるんだと思うんですよ、うん、そうだね、うんうん、ってことはやっぱりそういう素の部分というか、うんうん、本人たちが何を考えてるかとか、うん、どう思ってるかっていうことを、うん、僕は一ファンとして知りたいと思ったんですよ、うん、ああいいね。ってことは、うん、普通にファンの方々も知りたいに決まってると思う。そうなんだよ、それは絶対そう思う。そう、うん、なんかさ、結構じゃあ表向きこういう印象があるからこういう、はい、人であってほしいとかってあるけど、うん、でも本当はどうなんだろうっていうとこをやっぱり知りたいし、そうなんですよ、今の時代どん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 そういうパーソナルなとこは出してっていいと思う、うんうんうん、本当そう。だから、まあ、あの本当これは極論言っちゃうと、うん、芸能界ってそれこそアイドルといえば変な話、うん、お化粧室も行かないみたいな、そうだね、そういうなんかねものであったけども、なんかもう今の時代って、うん、もうプライベートだろうが、うん、もうないじゃないですか。そうだね、うん、もうどこ行っても、うん、まあ、SNS も自分で言いたいこと言えちゃうし、そう、ボロがあったら出ちゃうし、そうそうそう、っていう意味ではやっぱり逆に人間味のあるところを僕はまあ出していきたいし、うん、なんか浩平君もなんかそういうところすごい僕は出してるイメージがあるんですよ。そうだね、うん、そう、だからなんかそういう意味ではなんかこういうことをまず浩平君にお願いしたいなと思って最初思ったのがまず第一で、いや嬉しいよ本当に。だからね。